父の形見だったんです。畑掛け。今度は古田織部、重要文化財級のお宝だ。空振りばかりの古美術商、腕は立つがくすぶり続ける陶芸家。そんな二人が出会ったのは、形見を騙し取られた京美人。私に面倒を見させてください。そんなに美人な？だってタイプなんだ。写しはもうやらんって決めたい。あの心を込めて。野田君、よかった。綺麗な人やもんね。あんたも帰ってこんでええわ。舞台はお宝の都、京都。利休の次をそれでっちゃげる。ターゲットは嘘つきの川口さんや。有名古美術店主人、大御所鑑定家、陶芸王子。嵐山堂は若い人たちにせっせと贋物を作らせては甘い汁を捨てるってわけ。同業者として許せない。引きずり下ろしとる。恋心からついた火は国家機関を巻き込み、テレビの生放送を舞台に世紀の根ゲームへ。それはあの本物の畑掛けなんでしょうか？嘘つきも立派な詐欺罪です。騙し合いに。ドッキリっすよね。騙し合い全部嘘。お宝は一体誰の手に。嘘800京町ロワイヤル。今ずっとお尻見てたよね。うん。うんじゃないよ。